いやー、かわいいね。ものすごくグラフィックがかわいいですね。ドラえもんみたいな尻尾ついてますね。今日やっていきますゲームはこの真っ白の部屋というゲームですね。以前ね、ゴーストティーチャーとかね、をやった作者さんのゲームでございます。この作者さんはね、もうグラフィックがとにかく綺麗でかわいかったりとか、まあちょっと考えさせられるようなね、お話とか作るのがね、お上手な方なんですけども、まあテーマ的にはこの部屋から脱出するんだけど、まあ誰しもというか、もしかしたらこの部屋あなたも通ったことあるかもしれませんよっていうね、語りかけられてるような、物語です。まあ短いゲームなのでね、ちょっとやってみましょう。あ、これこれこれ、これからお話しする部屋をあなたも一度通ってきたかもしれません。あのハートくんがこの部屋から出るっていう物語なんだけど、そこの部屋には俺も入ったことがあるかもしれない。かわいい。あなたの名前を教えてください。おいほいほいほい、じゃあまあレトルトにしましょう。なんとなくひらがなにしとくわ。レトルト、かわいいひらがなってのだけってかわいい。これからあなたには3つの部屋へ入ってもらいます。この子がレトルトってことになったのかな。3つの部屋、欲しいと思ったものを1つずつ持ってきてください。わー、ちょっと心理テストってそういうことか。欲しいと思ったもの。まあ、札束とかあったらま、欲しいと思っちゃうよね。これ設定とかかな？はい。まず一つ目の部屋です。お？やけに散らかった部屋だ。いろんな食べ物の匂いがする。うおぉ！太った大きな人。メッセージ隠してあるなぁ。ポテト食べてんなぁ。はい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 。よぉ！話は聞いてるよ。新しい子が来るってさ。この部屋あんま好きじゃないな。衛生面良くないし、後ろにナタとかが普通に落ちている。レトルトだっけ。お近づきのお菓子にミートパイはいかが。いや、ちょっと今ね、先ほど久々にピザハット頼んで、もう今超お腹いっぱいなんで、ミートパイとか一番いらないから食べない。あ、まだ食べるってこと知らないんだったね。知っとる知っとる、めっちゃピザ食ったからね、S サイズお一人様用頼んだんだから。あれでもお腹いっぱいなんだから。そうそう、本題を忘れてた。君にはこれから探し物をしてもらうよ。よく見たらさ、これお腹が口になってんな。こいつ可愛いと思ったけど、何一つ可愛くないかもしれない。ここにはいろんな食べ物があるから、好きなもの持ってってね。なるほど、この部屋では食べ物を持っていくんだね。食べ物じゃなさそうなものもあるね。めちゃくちゃドライヤーとかあるけど。あ、このカーソルが、ここだとあれだ、あの、なんもならないけど、やっぱ肉とかなると、指印になりますね。魚持っていけないのか。俺今魚めっちゃ好きなんだけど、肉ちょっと毛生えてる肉渡されてもね。え、これお花？バナナかな？バナナから生えてる花は持っていける。これ？何これ？ふわふわ軽い花だ。綿菓子みたいに柔らかい。ちょっと待って待って、いろいろちょっと何があるか見よう。何かの獣の肉だ、ずっしりと思う。まあ漫画肉憧れあるけど、こういう毛はちょっと取ってほしいな。魚好きなんですよ。パン、大きなパンだ。まあこん、ん？おい、それ僕のやつ。食べられた。ダメなの？これもダメなの？めちゃくちゃ取ってくんじゃん。じゃ、避けとけよ、リンゴ。真っ赤なリンゴに似た果実だ。甘い、いい匂いがする。似たって言われたらもう嫌だな。本！本だ。あるところに家も地面も住んでる人も真っ白の星がありました。この真っ白の星っていうゲームも確か作者さんの中にあるね。その星の人々は寂しい気持ちでいっぱいになると、だんだん透けて消えてしまうのでした。あら。どん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 消えてったら、もうね、どんどん寂しくなって、いなくなっちゃうよね。持てるもの少なくない？持てるもの少なくない？あ、これ持てる。羽。砂糖、あー、いいね。砂糖菓子か。あー、なんか今ちょっとね、やっぱしょっぱいものめっちゃ食べたんで、これですかね。持ってきます。白鳥の羽の砂糖漬けにする。思ったよりもロマンチストなのかな。なんか思ってるよりもなんだろう、その型を、形を取ったものじゃなくて、その本当に羽を砂糖漬けにしたものなのだとしたら美味しくないと思うけど。次の部屋に行ってごらん。キラキラしてるのはいいね。
これ最終的に結末が拾ってったものの中で変わっていくってことだもんね。いや、ゴミ部屋の中を、おお、全体的に散らかってる場所が多いね。なんかこれものすごく湿ってそう。やけに暗い部屋だ。湿った洗濯物の匂いがする。引きこもりくんかな。おお、来た来た。ゾウさんかな。いや、バクかな。うん、スリープっぽいよね。レトルト、次の子、ここから好きなもの。次の子、他の子も来たってことかな。選んで持っていけ、突然の命令。あー、このダッサい T シャツは色変わった。動きやすそうな T シャツだ。少し海の匂いがする。他すいません大きなパンダ。あいつのお菓子じゃないの。あ、それ起きた時食べるから置いといて。また眠ってしまった。ここにいる人たちはみんなあれなんだな、パンが好きなんだね。この鍵は古びた鍵だ。あ、ちゃんと起きてんなこいつ。それオルゴールの鍵。四角い箱がオルゴールだよ。四角い箱ない。あ、これか、オルゴールの箱だ。まだ開けてないのに音鳴ってますけどね。なんか綺麗な世界観だな。鍵刺さないと逆に止まんないのかな、オルゴール。眠くなってくるよ。お腹いっぱいなんだから。こっち、あ、はい、綺麗なドレスだ。リボンの端までピカピカ。まあ、これいらんな。いらんね、これ。傘。ドレスと、ドレスと、あ、これマフラーか、これ。マフラーね、あったかそうなマフラー。だいぶ大きくて長い。あ、なんか首かゆくなりそうだな。こんな部屋にあるね。マフラー。この傘持てないのか。靴下も持てないし。これは？あら！パンツだ。誰のものだろう。絶対持っていかないわ。なんかもう選べるものがさ、男のサイドからするとこれしかないんだけど。これにしまーす。あ、次の部屋に行ってみろ。太陽の T シャツ書いてあった。動きやすいってのはいいことだ。まあまあ、パジャマにはできますからね、T シャツは。どんな模様だろうと。今んとこ白鳥と、空の描いた T シャツって選んだって。これ、うおー、すごい部屋。まあ、この2つって考えたら、ちょっと空を連想させるもの2つだな。そして飛行機もありますね。やけに暑い部屋だ。香水の匂いがする。あ、セクシーだね。一つ目ですね。あら、いらっしゃい。待ってたわよ。思ったよりも遅かったわね。レトルト、惚れられてる。レトルト、ここまでと同じ。好きなもの選んで持って行ってね。持って行ってね。なんかものすごい紐が伸びてるけど、何これ、釣り針。このパンはあなたが食べるんですか、やっぱり。あら、それは隣の部屋に持っていくよよ。ありがとう。あ、も、隣の部屋に持っていくよって何？隣の部屋にあなたは移動するってこと？かわいい。ネズミかな？ぬいぐるみだ。ふわふわ優しい肌触り。これ持っていく？まあ、これ第一候補だな。飛行機、積み木か。なんかあんまりだな。特にいらないな。宝石。これは？あー、おもちゃの。逆転裁判のおばちゃんが持ってたやつだ。光線銃だ。スイッチを押すと音が鳴って光る。まあまあまあ、昔だったらな。トランプいいね。みんなでこれで遊ぶみたいな。あれ？あら、そんなところにあったのねん。見つけてくれてありがとう。誰かが私にくれたのよ。もういなくなっちゃったけど。貧乏神みたいな喋り方すんな、あんた。何々なのねん。マリ。綺麗な布と糸でできてる。まあ、こん中だったら、本当は飛行機とか良かったけど、鍵があったしな。まあ、ぬいぐるみかな、可愛いし。よし。これで寂しくねえな。ミスター・テディにする？クマだった。なくても困らないけれど、あったらもっと幸せね。次が最後の部屋を行ってらっしゃい。愛する人って、愛される人よ。今、深いセリフだな。さて、3つの部屋で物を1つずつ持ってきたことによって、なんかヤバそうな人いるけど、なんかヤバそうな人と話してなかった、あの人。あ、俺が選んだやつ。
めっちゃ雨降ってない？え、なんかバッドエンディング感あってなんか嫌なんだけど。え、ちょっとその人誰ですか？あなた、ちょっとあの俺をなんか死神に引き渡そうとしてない？右の人。あ、で今喋ってるのは黒い服の人なんだ。その人知らないんだけど。あ、てか右が俺だったわ。あ、めちゃくちゃでかいな俺。この部屋の比率的にめちゃくちゃでかくない？俺さっきの部屋もこのサイズだよな。待ってたよレトルト。白鳥の羽の砂糖漬けと午後の太陽 T シャツ、ミスターテディを選んだんだね。ここから何がわかるんだろう。おう、さすがに君は純粋さと行動力、身近な人への思いやりが人一番強いようだ。人一倍強いようだ。あーなんだ、どうだろうな。なんか自分じゃわかんないけど、まあ、いやでも行動力って俺そんなないのよな。あんまりこう変化って嫌いなのよ。なんかもうずっと同じでいいって思っちゃう。で、ほんとごくたまに2年に一度ぐらいバッと変えたいというかね。もう引っ越しするとかは楽しかったりするんだけどね。でも基本的には日々はあんまり変わってほしくないとは思うんだけど、君が君であるだけで心が軽くなる人は多いと思うの。ありがとうございます。なんか褒めていただいてる。ここは最初で最後の部屋。この部屋から出ていくときに必ずこれを渡すように言われてるんだ。何もらったの？ちょっと嫌だな。え、やっぱ死神さんなんですか、あなた。怖くなった？はい、怖くなりました。なんかバッドエンディング、なんか嫌なね、ものを持ってきちゃったんじゃないかっていう、すごい一抹な不安はありますけども。怖いよ。あなた怖い。大丈夫さ。姿が見えなくなるだけで僕らはいつも君と一緒なんだから。あー、こいつらは見えてないけど死神は死神の釜は透明だけど俺の首にずっとかかってるってこと？嫌なことばかり想像してしまうよ。お、あ、ちょっと笑った。おー、回転した。おー、出る出る出る、出ました。はいはい。あ、生まれたんだ。逆だった。あー、眩しい。何もかもが真っ白だ。赤ん坊って初めはこう光とかで見えないみたいな感じなのかな。目見えてないのかもな。うん。部屋で過ごした時間が消えていく。なるほど。俺はむしろ死んでしまうのかなと思ってたんだけど、むしろ生まれる側でしたね。美しいな。この真っ白が収まっていろいろなものが見えるようになったら、部屋で見つけたものの本当の意味がわかるのかもしれない。なるほど。部屋で見つけたもの、羽。あ、羽は純粋さってことかな。で、テディベアが行動力ってこと？その順番だとすると、で、身近なものを愛するが、なんだろう。あ、最後がテディベアだったっけ？もう一個何選んだって。あ、T シャツが行動力か。で、身近なものを大切にするってのが、テディベアってことか。わー。こんなほっこりするとは。めちゃくちゃ。ちょっと怖かったのにね。一瞬ホラー味を感じたのに、すげーほっこりした。今日はまあね、最近ちょっとおどろおどろしいゲームというかね、そういうゲーム多かったんですが、今日ぐらいはほっこりしていいんじゃないかな。ご視聴ありがとうございました。真っ白の部屋でした。俺、生まれました。